ということで、皆様、こんばんは。はい、ということでですね、今週の週慣、グッドカーリングということで始まりました。はい、ちょっとですね、今私もお広のカーリング場の方に行っててですね、ちょっとバタバタと準備をしていたんですけれども、ちょっとですね、今日は間に合わなかったです。はい、ということでですね、今日の メニューの方、ちょっと、今ないんですけれども、えー、今日はですね、えー、まず、最初、パンコンチネンタルカップ、そちら見てですね、えー、その後、車椅子の、えー、B 世界選手権、B 選手権ですね、で、えー、海外ツアー、えー、その他の話題ということで、えー、行きたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、え、パンコンチネンタルカップですね、えー、本当に、 えー、素晴らしい戦いを、えー、見せてくだ、えー、さいまして、はい、ロコソラールの皆さんですね、えー、優勝、えー、という形になりました。まあ、初代チャンピオン、えー、ということで、まあ非常にですね、えー、歴史に名を残したという、えー、形になりましたけれども、はい、さあということで、あ、そうですね、札幌国際の惜しかった話もしてということで、えー、そうですね、札幌国際の話,話題もですね、 え、話題とした三つ目ですね。えー、パンコンチネンタルカップ。そして、えー、その後が、えー、クロナイトの世界選手権 B、B ですね。で、海外ツアー。そこでお話しさせていただきます。はい。さあ、ということでですね。はい。あ、祝福のストーンですね。えー、炎で割れちゃったかっていうことで、えー、ちょっとテイクアウトしちゃいました。はい、ここにあります。はい。さあ、ということで、祝勝会ということ、そうなんですよね。えー、今日、 一番最後にですね、ちょっと後方見えるでしょうかえー、八海んちょっと SC の応援でですね、SC のスポンサーということで、八海ん用意してあったんですけれども、えー、それを最後にですね、えー、祝杯ということで、えー、乾杯させていただきたいなと思っております。<laughs> はい。なので最後ですね、もし何かある方はですね、えー、ぜひご用意していただければなと思います。<laughs> はい。<laughs> さあ、今日のためにですね、えー、ずっと置いてあったんですけれども、はい。 さあ、ということでですね、えー、最後、乾杯したいと思います。はい。でですね、今日、ちょっと、できたらですね、早めに終わりたいなと思っておりまして、えー、車椅子のですね、えー、カーリング選手権 B の方が、えー、B 選手権っていうんですかね、そちらの方がですね、今、えー、開催されておりまして、今、日本、予選3勝中なんですけれども、えー、予選のですね、4試合目が次、 10時からですね、日本時間の10時から行われるということで、えー、ぜひですね、そちらもちょっと皆さん、えー、お時間ある方見ていただきたいなというところで、えー、ちょっとですね、今日は早めに駆け足でですね、行きたいと思います。はい。さあ、ということで、えーあー、あとですね、皆さんありがとうございます。えー、ちょっと質問させていただきまして、えー、印象に、えー、残っているベストショットはということで、えーいた あの、皆さんにですね、アンケートいただきました。まあ、こちらのコメント欄、えー、そしてですね、あと、えー、インスタグラムのストーリーズの方、ストーリーの方で、まあ、そちらでもですね、えー、募集させていただいたんですけれども、えー、ちょっとたくさんいただきましてありがとうございます。ちょっと後で何個かですね、紹介させていただきたいなと、えー、思ってはいるんですけれども、えー、ちょっとですね、映像の方は、 えー、出してもいいかどうかっていうところもあるので、ちょっとですね、i t t e r とかで出てるやつですね。Twitter とか Instagram で出てるやつから、ちょっと、えー、ピックアップしてですね、ちょっと見てみたいなと思ったり、えー、しております。はい。さあ、ということで、えー、それではですね、えー、見ていきたいと思います。そうですね、車椅子、えー、今日の夜10時から、えー、フィンランドカーリングというですね、 えー、サイトの、えー、YouTube の方でですね、えー、ありますので、えー、ぜひそちらでですね、ちょっと見ていきたいなと思いますので。さあ、ということで早速ですね、いきたいと思います。まず一つ目の話題。えー、パンコンチネンタルカップということで、えー、見ていきたいと思います。はい。はい。ということで、あ、メニューはですね、ちょっと変わります。はい、すいません。えー、まずはですね、えー、こちら。 えー、ちょっと画面が、えー、切れてしまっておりますね。はい。ちょっと急ぎでですね。ちょっと準備してしまったので、申し訳ないので、ちょっと今ですね、直します。はい。ちょっと直させていただければと思うんですけれども。さあ、ということでですね、こちら、えー、ロコソラーレの皆さんですね。はい。大丈夫でしょうか。はい。えー、ということで、このような形でですね、 えー、優勝ということで、え、ァーストパンコンチネンタルタイトルということで、えー、こちらですね、世界カーリング連盟の方でですね、えー、こちら、えー、ニュースの方で、トップでですね、えー、載っております。はい。まあ、ぜひ記事もですね、載ってますので、もしよければ、まあ、Google 翻訳で簡単に日本語にできますので、えー、よければですね、えー、見ていただければと思います。はい。さあ、それでですね、どんどん、えー、いっちゃい、 いたいいなと思いますけれどもいや、本当にですね、日中、今日の10時からですね、応援解説させていただきましたけれども、まあ、本当に最高8000人ぐらいの皆さんとですね、一緒にご覧いただけたというご覧ですね、えー、見ることができたということで、本当に嬉しく思います。いや、本当に熱い試合でしたけれども、さあ、こちらですね、えー、予選です。はい。予選は日本3位ですね。 まあ全部で9チーム、えー、出ていましたけれども、えー、日本は6勝2敗、えー、非常に良い,い成績で、えー、予選突破ということで、まず予選はまあ4位以内に入ればですね、えー、準決勝決勝進めるということで、えー、まあ非常に良い,い位置で。まあ、韓国とはですね、えー、同じ成績なんですけれども、こちらですね、直接対決の結果ですね、日本が3位という形になっております。はい。で、 えー、こちら、英語ですけれども、えー、日本チームのですね、オーダーですね。はい。まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれども、えー、藤沢選手、吉田選手、鈴木選手、吉田選手、あ吉田選手は、ゆりか選手とちなみ選手ですね。で、石崎選手、えー、JD リンドコーチ、えー、小野寺良二コーチ、えー、高田、えー、聖也さんということで、スタッフとして、えー、まず 3人ですね。入っておりますけれども。さあ、選手5人、スタッフ3人ということで、チームで戦いまして、優勝という形になっております。はい。さあ、で、ここですね。カールイットというサイトで見ているんですけれども、これ予選からずっと行っております。まあ、本当にいい試合が続いてまして、まあ、大きく負けたのはこのカナダの一戦だけですね。最終戦ぐらいで、 ま、あとは接戦、えー、圧勝というところで、まあ、アメリカ戦も前半はちょっとですね、あいつつかめなかったんですけれども、後半ですね、つかんでエキストラまで行っております。はい。で、カナダ、韓国に勝って優勝という形になっております。はい。で、これですね、予選の、えー、ショット率になります。ちょっと小さいですけど、えー、予選のショット率ですね、えー、カナダ、えー、アメリカ、韓国、 えー、日本ということでですね。まあ非常にこの4チームやはり強くて80%、えー、ちょっとということで非常に、えー、強いのがここでですね、わかるかなと思います。はい。まあ非常に、えー、ショット率も高いんですけど、えー、アイスがですね、難しいっていうことを選手の皆さんでしきりに言ってまして、えー、まあ日によってですとか時間によってとか、あとは試合の中でもですね、変化があるようで非常に え難しいですね。アイスだったようです。はい。で、準決勝、えー、決勝のですね。はい、こちら、えー、トーナメントになります。はい。えー、準決勝ですね。えー、カナダと対戦しまして、えー、5対6。まあ、予選最終戦で、えー、負けてしまいましたけれども、そのリベンジをですね、果たしております。はい。まあ、けその試合はこん,なこんな形ですね。はい。 さあ、日本。まあ、ここまでですね、結構劣勢。8エンド目までですね、劣勢だったんですけれども、9エンド目3点。そして、ラストエンドスチールという、えー、もう劇的な勝利ですね、ここは。はい。まあ、本当に、えー、素晴らしいショットをですね、チーム全体で繋いだかなという、えー、そのこの後半エンド。本当に我慢の、えー、試合ですね。えー、粘りの試合をですね、見せてくれたかなと思います。 はい。ショット率の方も、えー、両チームですね。非常に高かったですね。この試合は。えー、こちら。はい。非常にいい試合でした。はい。さあ。で、こちらですね。えー、決勝。はい。韓国対日本ということで、今日、えー、10時からですね。行われましたけれども、えー、こちらの方ですね。6対8。まあ、ここもですね。あ、こっちですね。 はい。6対8ということで、えー、まあ、日本ですね。まあ、ここ途中までですね、日本のペースでずっと来てたんですけれども、やはり簡単には勝たせてくれないということで、えー、韓国2点、高校2点、そしてスチールということで、えー、韓国に追いつかれまして、まあ、ただ、エキストラエンドしっかり、えー、勝ち切ったという、えー、ゲームになってますね。はい。あ、本当にセ,セミファイナルすごかったというコメントもいただいておりますけれども、 はい。さあ、本当にさ、最後ですね。はい。すんなり勝ちたかったな、ということでコメントもいただいております。はい。あ、もぐもぐ伝説はですね、準決、あの、もぐもぐ伝説もありましたね。はい。さあ、ということで、はい。あ、奥さんということで、吉田ちなみ選手のですね、え、旦那様も応援に駆けつけてくださいまして、はい。一緒に応援させていただきました。はい。 はあ、ということで、えー、そんな、えー、形で優勝ということで、初代チャンピオン。はい、ロコソラーレの皆さんですね。はい。こちら、ロコソラーレオフィシャルということで、えー、インスタグラムですね。はい、えー。公式でできました。まあ、こちらにもですね、写真載っておりますけれども、はい。まあ、非常に、えー、嬉しい、えー、優勝じゃないかなと思います。まあ、途中でですね、えーまあ、選手の皆さん涙とかも、えー、あり、 なかなかちょっとアイスが難しくて苦戦してていたところあると思うんですけれども。はい。さあ。で、インスタグラム。そして、ツイッターもですね、えー、公式のがですね、えー、できまして、えー、情報ですね、載せてくれたりしておりますので、はい。まあ、この辺も要チェックかなと思います。はい。まあ、あとですね、見れるところと行くと、日本カーリング協会。まあ、こちらもですね、 いろいろなせてくださってますね。まあ女子、男子ということで、えー、載っておりますけれども。まあこちらも一つですね。ぜひ見て応援していただければなと思います。まあ今後もですね、きっと情報発信してくださると思います。はい。で、日本協会のツイッター、こちらもあります。はい。テレビの日程。あ、そう。明日ですね。19時から、えー、BS の方で、えー、録画放送決勝ありますので、もしよければですね、こちら。 はい。BS だけ見れるっていう方もいらっしゃると思いますので、BS 日テレの方をぜひですね、まだ見れてない方はチェックしていただければと思います。はい。ということ、このような形で動画もですね、結構選手のインタビューとかも今回入ってますので、ぜひ興味ある方はご覧いただければと思います。はい。あと、世界カーリング連盟ですね。こちら。こちらも、えインスタグラム。Instagram えー、そして、ツイッター、Twitter、ということで、はい、載っております。ここもですね、えー、キーショットとか結構出てますね。あ、車椅子も出てますね。はい。さあということで、ぜひ、ここの辺もですね、えー、ご覧いただければと思います。はい。あ、これ、記念撮影の様子出てますね。はい記念撮影の様子も出ておりますけれども、ぜひですね、このワールドカーリング フィダレーション、ワールドカーリングで調べていただければご覧いただけます。はい。さあ、ということで。あ、そうですね。えー、しっかり、えー、ノーカットで、リードから、えー、見ることできました、今回。はい。さあ、ということで。そうですね、日テレがですね、結構、えー、日テレの皆さん、えー、すごい発信してくださいまして、えー、こちら日テレカーリングの、えー、ツイッターの方ですけれども、 えー、YouTube もですね、日テレスポーツ公式っていうところありまして、えー、ここですね、結構日本のカーリングの、こちらですね、えー、出してくれてます。まあ、テレビ放送、えー、しながらですね、こういった YouTube の方でも発信してくださってますので、えー、ぜひですね、こちら、えー、日テレスポーツ公式ということで、えー、ありますので、ぜひですね、皆さんもチェックいただければと思います。 はい。さあ、あともう一ついきます。はい。もう一ついきます。はい。えー、こちらですね。えー、カーリングカナダ。えー、こちらですね。カーリングカナダの方でも、録画放送だったんですけれども、えー、ここ、日本の、えー、こちら、試合、予選の最終戦ですかね。はい。まあ、こちらと、あとこっち、えー、カナダとアメリカの試合ですね。まあ、カーリングカナダなので、 カナダの試合ですけれども、これ2試合ですね、実は YouTube で見れます。はい。なので、えー、YouTube しか見れない方はですね、こちら、えー、日本の試合1試合見れますので、えー、ぜひこちらもチェックしていただければいいかなと思います。はい。さあ、あ、クリアアクタさありがとうございます。明日日日テレスポーツチャンネルでダイジェスト版公開予定ですということで、ありがとうございます、情報。はい。ぜひそちらもですね、チェックいただければと思います。 はい。ということで、このような形でですね、えー、なっております。はいあ。ありがとうございます。本当に。はい。あ、そうですね。試合前練習とかもですね、日テレの方では見ることできました。まあ、なかなかですね、意外に見る機会、試合前練習ですね、ないかなと思いますので、これも結構貴重な、えー、様子だったかなと思いますけれども、あ、ちょっとど、どこですかあ、これですね。ナイトプラクシスということで、 はい、えー。出してくれてますので、まあ、この辺も結構ですね、面白いかなと思います。はい。まあ、毎日、えー、次の日使うシートをですね、えー、アイス乗って、ストーンチェックですね、しているんですけれども、その様子を、えー、見ることがですね、えー、できます。はい。どうもありがとうございます。はい。あ、本当良かったということで、まあ、陰でですね、えーまあ、コーチの選手とか、フィフィスの選手ですね、えー、こうやって、 ま、頑張って石のチェックしてますので、まあ、そういったところですね。あまりピックアップされないんですけれども、クローズアップされないんですけれども、えー、見れること、見ることができます。はい。ということで、あ、はい。えー、フールですね。フールでも見ることできます。今回、日テレの CSBS と、あとフール、あとリキャスト、3つですね、見ることできたんですけれども、えー u l ルの方がですね、ありがとうございます。11月まで、11月末まで見逃し配信見れるようです。はい。なので、そちらもですね、ぜひチェックしていただければと思います。はい。まあ、2週間無料とかもですね、初回あったりし,してたかなと思いますので、はい。えー、情報ですね、ありがとうございます。はい。さあ、ということで女子の方を見ていきました。 まずいですね、えー。10時、車椅子始まっちゃいます。<laughs> ちょっと男子急ぎでいきます。はい。男子ということで、はい。男子もですね、4位ということになりましたけれども、えー、結果的にはですね、えー、こちら、えー、ですね、あのー、決勝トーナメントに上がることできまして、えー、まあ、ベスト4。まあ、そしてですね、来年の世界選手権の、えー、枠をしっかりですね、えー、ゲットということで、えー、日本代表の えー、まあ、役割といいますか、はい。まあ、力をですね、発揮してくださったかなと思います。はい。まあ、男子もですね、本当に、えー、まあ、初めてですね、こういった舞台、えー、経験する選手も、えー、いましたけれども、えー、しっかりですね、実力、まあ、後半に向けてですね、良くなっていたと思いますので、えー、発揮してくれたらかなと思います。はい。で、男子の方、どんどんいきます。はい。8チーム、えー、ということでですね、 はい。あ、そうですね。SC は谷田選手も、えー、加わってという形です。はい。えー、こちらですね。男子は4位で滑り込み。まあ4連敗の後の3連勝ということで、まあ直接対決ですね。ニュージーランドに勝ちましたので、えー、4位という形になっております。はい。まあ、決勝トーナメント。まあカナダとですね。まあこれから見ていきますけど、カナダとも対戦しております。はい。 で、えー、ラインナップですね、えー。こちら、SC カリザークラブのメンバー、柳沢選手、山口選手、山本選手、小泉選手、えー、こちらの4名プラス、谷田選手ということで、えー、まあ、フィフスで、えー、帯同しておりましたけれども、まあ、途中ですね、セカンド、山本選手の代わりに谷田選手が、出場ということで、えー、まあ、SC カリザークラブをですね、サポート、しっかりですね、まあ 心強かったですね。サポートしておりました。はい。で、えー、コーチがですね、えー、ボブコーチですね。はい。ボブコーチ、カナダ人の日本のナショナルコーチになります。はい。で、西室コーチ、SC のコーチですね。あと、北野さんということで、スタッフ入っております。はい。まあ、この、え、ダーチのメンバーということで、予選、え、4連敗の後の3連勝、そして、 準決勝、カナダ、えー、アメリカということで、えー、戦っております。はい。あ、そうですね。SC はまだ戻っ、カナダに残って、えー、カナダで遠征していきますね。まあ、今週は一週間ちょっとお休みですね。えー、になって、ま、おりますけれども、えー、来、その来週、次の週からですね、また、ツアー大会ですね、入ってるかなと思います。はい。で、こちら、えー、ショット率ですけれども、えー、日本実はですね、 80.7、えー、全体の、えー、3位ですね。予選の結果ですけれども。はい。ショット率でいけばですね、えー、そんなに悪くなかったんですけれども、えー、まちょっとなかなか前半ですね、ま、勝ちが、一生目が遠くてですね、なかなか苦戦しましたけれども、えー、ショット自体はですね、素晴らしかったんじゃないかなと思います。はい。さあで、 えー、こちらですね。えー、準決勝。えー、カナダと当たって8対2。まあ、カナダは強いですね。もう、隙がないという、非常に、まあ、サードスキップが、ほぼミスがないという感じで、えー、すごい強かったですけれども、2対8ですね。まあ、カナダと2回やれたのはですね、非常に良かったかなと、えー、思いますけれども、えー、これ、ショット率見ていただいたらわかるように、まあ、本当にですね、 まあ日本も小泉選手、山口選手90%台で非常に高いんですけれども、まあカナダは全ての選手いいですね。特にサードスキップ90%台ということで、えー、ちょっと隙がなかったかなと思います。はい。はい。あ、たけるくんはレポートをたくさん出てるそうですということで、そっちもですね、ちょっと大変かもしれないですね。ちょっと学校、えー、 ですね。レポートで授業を受けるような形になってると思いますので、はい。まあ、小泉選手ですね。元教師ということで。はい。まあ、小泉選手がいるのは、えー、心強いのかなと思いますけれども。はい。さあ。えー、ということでですね。えー、準決勝。そして決勝はですね、韓国と対戦しまして、えー、あ、こっちですね。決勝はすいません。<laughs> えっと、アメリカと対戦しまして、えー、7対8。 いやこれも途中までですね、えー、いい流れも来てたんですけれども、はい、こちらですね。まあ、ここも日本ですね、えー、かなり良かったです。特にやはり山口選手、小泉選手90%。えー、まあ、谷田選手もですね、この試合上げてきましたけれども、えー、ここですね、えー、日本4点取る場面ありまして、5エンド目ですね。かなり前半いい流れで終わったんですけれども、まあ、ここのちょっと4点ですね、 また再び4点取られるということで、まあやはりカーリングちょっと難しいなというですね、そういった厳しさもあった試合だったんじゃないかなと思いますけれども、まあちょっと1点差ということで、えー、敗れるという形になってます。まあアメリカ見てるとですね、リード、リードがうまかったですね。まあほとんど決めてたので、ちょっとリード最初から隙がないかなっていう感じで、 今非常に安定してましたね、カナダの戦いあのアメリカの戦い方、はい。で、このような形でですね日本も置いております。はいまあ、谷田選手のです、ね、サポートもありましたし、あと柳澤選手もですねドローがめちゃくちゃうまかったです、本当にここ決めないと試合が終わってしまうというような場面でもですねしっかり真ん中に止めてというショットですね。 えー、投げ続けてました。本当に。はい。えー、素晴らしかったと思います。はい。あ、あこれだけ遠征してると、えー、英語力上がるね。ということで、確かにそういうのあるかもしれないですね。はい。で、SC カリざー,ークラブの皆さんもですね、えー、インスタグラム、えー、ありますし、まあ、あとですね、えー、ツイッター、こちらもありますね。ツイッターの方もあります。はい。まあ、ぜひですね、こちら、あ、 これもありましたね。ぜひ見ていただければと思います。山口選手、のナイスショットがあります。ちょっとネタバレになるので、はい。<laughs> いきます。はい。で、試合の方もですね、えー、レポートしてくださってますので、ぜひ、えー、こちらですね、2つフォローしていただいて、えー、応援していただければいいかなと思います。はい。さあ、ということで、えー、ざっと、えー、見てきましたけれども、えー、ちょっとですね、一旦スタジオに戻りますけれども、 最初の話題でですね、10時になってしまったのでどうしようかなって思っております。はい。ありがとうございます。はい。さあ、ということで、えー、車椅子カーリングですね。あ、車椅子カーリングも、えー、そうですね、始まります。本当に。えー、10時からということで、今ちょっとその話題ですね、行こうかなと思ってるんですけれども、 はい。車椅子カーリング10時から始まりますので、カーリングフィンランドの、えー、YouTube でですね、ぜひちょっと皆さん、えー、応援していただけるとありがたいです。さあ、ということで早速、ちょっととりあえずですね、駆け足で、えー、ちょっと行きたいなと思いますので、えー、ちょっと車椅子の情報ですね、もしありましたらちょっとコメントもしていただけると嬉しいです。はい。 さあ、ということで、英語力もですね、SC の皆さんついてきてるかな、という、えー、コメントもいただいておりますけれども。はい、すいません。時間的に無理でした。申し訳ないです。はい。で、カーリングフィンランド。ちょっと今、えー、こちらですね。えー、こちらの方で、試合の方、10時からですね、始まりますので、ぜひ、えー、応援いただければと思います。はい。二つ目は、車椅子の話題ということで、 車椅子のですね、こちら、世界選手権。こちら、北海道新聞の記事ですね。はい。北見フリーグスという北見のチームがですね、日本代表、日本選手権、今年の4月ですね、優勝しまして、出場という形になっております。はい。で、今大会ですね、3チームが世界選手権に進むことできます。こちら、車椅子代わりの B ということで、 はい。こちらに勝てばですね、A、A というか、あの、えー、世界選手権の方に、えー、出場できるということで、フィンランドのロホヤ、えー、時差が7時間ですね。はい。日本が進んでいるという形になります。はい。で、12チーム、えー、出場してまして、日本は A グループで、今3連勝です。はい。はい。ここ決勝上がれればですね、かなり、えー、進める。 世界選手権に進める可能性高くなるのかなと思います。はい。さあ、本当に、えー、こちらですね。これから始まりますので、応援ください。<laughs> はい。あ、そうですね。それで、スイス相手ですね。はい。車い子スイス相手です。はい。次の試合が、えー、っと、あ、ちょっと切れてしまっております。すいません。はい。こちらです。はい。ちょっともう、もはや見えないですね。ここに、 えー、スイス対日本ありまして、はい。えー、これが予選、えー、ここのセッションですね。7番目のセッションということであります。スイスの、スイスとの一戦です。はい。で、日本代表チームですね。えー、こちらのメンバーになっております。はい。坂田屋選手、えー、柏原選手、高橋選手、えー、松田選手、赤澤選手、そしてコーチがですね、持田さんですね。はい。えー、こちらの えー、チャンネルにも解説して、に来てくださったこともあります。まあ、車椅子のことですね、結構教えてくださったんですけれども、えー、持田さんがコーチ。えー、そして中澤さんがですね、t なので、なんでしょう、トレーナーとかですかね。はい。えー、スタッフでですね、まあ、中澤さんが、はい、ついているということで、えー、現在予選ですね、えー、5試合のうち3連勝中という形になります。はい。 ということで、えー、試合ですね、これから、えー、こちら、えー、YouTube の方でですね、えー、始まりますので、えー、ぜひ皆さん、えー、応援いただければと思います。はい、あ、ライブ始まりましたね、こちらです。はい、こちらで、えー、配信されていると思います。はい。さあ、という世界選手権、えーえー、車椅子の方ですね、今、開催されております。はい、それでは一旦戻ります。はい。 あということでですね、えー、車椅子のカーリングも、えー、ありますという、えー、形になっております。はい。えー、で続きまして、えー、最後、えー、の話題ですね、はい海。海外ツアーということで、えー、今週、そして来週の予定ということで、えー、ざっとですね、見ていきたいと思います、はい。そうですね、今52人の皆さんですね、ご覧いただいておりました。はい。 ということで、はい、こちら。はい、海外ツアーということで、まず、中部電力の皆さんですね、出場しておりまして、こちらのカーリングスタジアムアルバータカーリングシリーズということで、出場しておりました。で、トーナメント上がりまして、準決勝勝利、そして決勝勝利ということで、まだですね、決勝の結果に載ってはいないんですけれども、YouTube 残ってまして、 えー、見るとですね、カーリングゾーンですね。いつものカーリングゾーンで、えー、出てまして、えー、5対6ですね。5対6で惜しくも、えー、敗れるという形になりましたけれども、えー、中部電力の皆さんですね、かなり、えー、勝ってますね、今シーズン。決勝に進む試合も、何試合もありましたけれども、えー、まあ、今回も決勝まで上がっております。準優勝という形になっています。はい、で、ツアーのですね、えー、このカーリングの 大会の規模といいますか SFM という数値あるんですけど、これ2.5ですね。最大10ですけれども2.5という、はい、このような大会でした。はい。で、中部電力の皆さんですね、おそらく大会、えー、そろそろですね、終わって日本に戻ってくるかなと思います。はい。というのもですね、こちら JCA カーリングスクールということで、えー、11月13日ですね、えー、広島の方で、えー、開催されまして、えー、こちらの講師が えー、中部電力の石豪華選手、中島選手、鈴木選手という形になっておりますので、えー、こちらにですね、えー、参加されるので、日本に戻ってくると思います。はい。で、えー、こちらですね、えー、初心者コース、経験者コースあるんですけれども、経験者コースはもういっぱいになっているようです。はい。で、初心者コースですね、今、日本協会の、えー、ホームページ見ると、まだ申し込めそうだったので、 申し込めるのかなどうかなっていうところですね。なので、お近くの方とか、えー、まあ、ちょっと都合ついていけるという方はですね、ぜひ、えー、初心者コースターまだ多分申し込めるかなと思いますので、えー、ぜひご覧いただければと思います。はい。さあ、ということで、えー、中部電力の皆さんでした。はい。あ、ということで、ありがとうございます。<laughs> はい。はい、カーリングフィンランドにわっ、庭、 ニマック、ニマド税がですね、コメントされてますということで、ありがとうございます。はい。ぜひ応援してください。10時から今始まってます。終わったら自分もちょっとですね、見たいなと思ってます。はい。で、続いてですね、えー、こちら、男子ですね、札幌国際大学の皆さん、えー、出場しております。はい。こちらの大会出場しまして、これ7ということで、非常にレベルの高い大会ですけれども、えー、世界チャンピオン、ニクラス・エディンがいるような大会ですね。 え、こちら出てまして、はい、E ですね。プール E、日本、いまして、えー、3勝2敗ですね。はい、もう、強いチーム、えー、ばかりなんですけれども、えー、ここの、えー、カルサーズとかもですね、えー、グランドスラムで優勝するようなチームですし、非常にレベルの高い大会ですけれども、えー、こちら、えー、3勝2敗という形になっております。 で残念ながらですね、えー、決勝トーナメント見ると、ちょっと見当たらないので、ちょっと勝ち上がることはできなかったのかなとは思いますけれども、まあ非常にこの大きな大会でですね、参照を上げてるということで、えー、素晴らしい結果なんじゃないかなと思います。はい。まあ規模が大きい、あの、レベルの高い試合という形になっております。はい。さあ、でですね、来週、 おそらく調べた感じだと来週は札幌国際大学のみですね。日本チーム結構海外遠征してますけど、来週というか今週末は、えー、札幌国際大学のみが、えー、この大会ですね。えー、ツイン、あの、クロス、ハウス、ボーツ、クラシック。まあこちらですね。出場という形になっておりますので、えー、まあ、こちらをですね、ぜひ見て応援していただければなとと思っいます。 おりますはい。ということで、海外ツアーということで、えー、話題でした。はい。ということで、スタジオ、えー、戻りまして、あ、SC も出るみたいな話もありましたが、やめたのかなっていうことで、あ、どうなんでしょうかね。今、ちょっとですね、見ていたんですけれども、えー、そうですね、チームがまだ、あの、ラインナップっていうんですかね、出ていませんでしたので、ちょっとこれから発表されるんじゃないかなと思います。 まあ、もしかしたら可能性とかもですね、えー、あるかなとは思いますので、えー、ぜひですね、ちょっと、えー、注目ですね、ちょっと見ていただければいいかなと思います。はい。さあ、ということで、えー、話題でした。はい。ということで、今日ですね、スパンコンチネンタルカップ、そして、えな、ー、んでしたっけ、車椅子カーリング、そして、海外ツアーということで、3つですね、大きく、えー、話題ですね、えー、見てい、えー、きました。 はい。えー、で、最後ですね、雑談タイムではあるんですけれども、えー、車椅子カーリングがですね、ちょっと始まりましたので、えー、そちらの方ですね、そちらの方をちょっと見ていきたいなと思いますけれども、あ、そうですね、ちょっと今ですね、確認したところちょっと一瞬映します。SC 軽井沢クラブのこちら、ホームページですね。はい。えー カーリング SC カリザークラブって調べたら出てくるんですけど、ここ乗ってますね。はい。あ、乗って、はい。11月の11から13。これ予定入ってますね。オリジナル16メンズキャスピルということで。今週も、まあ、終わって、試合終わってすぐですけれども、11日からスケジュール入ってますので、大会出場してそう、しそうですね。はい。 公式で、公式のホームページに載ってますので、はい。なので、えー、札幌国際大学と SC カリザークラブですね、この2チームを、えー、応援してくださればと思います。はい。そうですね。まあ、あとは、えー、日本各地でですね、カ、えーリンの予選ということで、えー、本当に開催されております。えー、ぜひですね、えー、皆さん、まあ、あちこち、えー、帯広もですね、実は帯広の予選、そして同等大会ということで、今週、 えー、2大会ですね、えー、怒涛で、えー、ありますので、はいまあ、カーリング、帯広とかで調べていただいたり、YouTube もありますので、ぜひですね、そちらもちょっと見ていただけると嬉しいです。はい。さあ、ということで、本当ですね、公式戦これだけやって、連戦はかなりタフですね。いや、本当にすごいなと思いますけれども。はい。さあ、角脇さん、情報ありがとうございます、皆さん。で、今週ですね、えー、 お、オホーツク予選ですね。北海道選手権出場しずチームということで、ええー、今ですね、情報をいただいておりました。はい。いや、本当にいいですね。ええー、今、各地で予選が、えー、開催されておりますけれども、ええー、男子はキットカーリングクラブ、北見広大。そして女子は、ええー、ロコステラと北見広大ということで、北海道選手権ですね、出場を決めております。はい。 ということで、えー、各地でですね、本当にチームが出揃ってきますね。はい。北海道は結構熾烈ですので、はい。一枠を争うという北海道ですので、はい、えー。非常に楽しみだなと思います。はい。えー、ということで、えー、話題ですね。見てきましたけれども、あ、そうですね。ちょっと最後、パンコンチネンタルカップのですね、えー、ちょっと皆さんからいただいた、その、 えー、キーショットっていうんですかね、えー、印象に残ったショットを、えー、見ながらですね、ちょっと祝杯をあげたいなと、えー、思いますので、少々お待ちください。ちょっと車椅子のカーリング、えー、ですね。ちょっと始まってしまってるんですけれども。あということで、少々お待ちください。 はい。ということで、はい。え、こちらですね。用意していた八さんえ、パンコンチネンタルカップですね。え、6歳の皆さんですね。え、優勝、え、初代チャンピオンになったというところとですね。ま、あと、SC 狩り座クラブのですね、え、皆さんも、え、男子のですね、え、来年の世界選手権の優勝枠を取ったということで、え、こちらですね。え、ま、SC 狩り座クラブの皆さんの、あの、 ンスポンサーの八海さんですね。そちら、ちょっとですね、少しいただきたいなと思います。はい。はい、ということで、えー、少しだけ、少しだけ飲みます。ちょっと、あれですね。はい。ということで、はい。 めでたいのでですね。えー、本当に、えー、少しだけです。気持ち程度いただきます。はい。ということで、はい。えー、皆さん、えー、宿杯をあげながらですね、えー、見ていただければと思います。あ、そして、すいません。ちょっと逃してしまいましたけれども、えー、失礼しました。えっ、ー、と、水新んさん、朝から配信お疲れ様でした。みんないいねボタン忘れずに。そして、チャンネル登録、通知もね、ということで、ありがとうございます。 はい。ミスナいつもありがとうございます。本当に。はい。で、大サさんも、誰にでもわかるようにと丁寧なボード解説に心から感謝です。気力だけでは体力は持ちません。こちらくださいませ。明日からプレイヤーとしてのオンさんを応援します。勝つのだということで、大サさんもありがとうございます。はい。いや、本当に大サさんもいつもありがとうございます。えー、今日もですね、誕生日、えー、12月28ということで、ありがとうございます。はい。さあ、ということで、えー、それでは、 はい。あ、明日はですね、配信なしですね。はい、配信なしです。いや、ちょっとですね、自分も配信ちょっと、自分のチームをしたいなと思ったりしていて、えー、ちょっと YouTube なのか、えー、Instagram なのか、ちょっと何かしら、ちょっと自分の試合も発信していきたいなと思ってますので、ちょっと考えてます、今。はい、ありがとうございます。はい。さあ、ということで、あ、社長、いい手触りだということで、はい。<laughs> さあ、ということでですね。あ、キーショットですね。ちょっと見,見ながらですね。ちょっと何個かじゃあ、紹介していきたいと思います。えー、ちょっと何個かですね。いただいた中からですね。ちょっと見ていきたいなと思いますけれども。さあ、まずはですね。はい。あ、ちょっとですね。すぐ出てこないですね。はい。 たらまずはですね、どちらから行きましょうはい。男子から行きますかね。はい。男子から行きましょう。はい。じゃあ行きます。まずですね、男子は、はい、こちらですね。はい。4点取ったショットです。はい。はい。アメリカ戦。はい。こちら、素晴らしかったですね。コールも素晴らしかったです,ですけど、スイープも。 素晴らしかったです。まあ、投げた、えー、柳沢選手も素晴らしかったです。ということで、4点取ったショットです。はい。皆さんも、えー、ご存知かなと思いますけれども。まあ、こちら、世界カーリング連盟のですね、えー、インスタグラムでご覧いただけますけれども、はい。曲げて曲げて4点ということで、はい。まあ、ここはですね、非常に盛り上がったかなと思います。はい。という男子のですね、キーショットです。 はいあと女子もですね、ちょっと一ついきたいなと思います。まあ、日本以外もですね、結構、えー、いただいたりしておりますので、えー、それも本当はですね、ちょっと流したいかなとも思うんですけれども、あ女子は、女子もですね、何個か、えー、いただいております。ちょっと今、探しております。少々お待ちください。はい さあ,あ、ということ、あ、乾杯できんということで。はい。さあ、ちょっと乾杯します。ちょっと結局ですね、1時間コースになってしまっていますけれども、えー、女子がですね、ちょっと待ちくださいね。はい。女子がいろいろいただいてはいるんですけれども、はい。女子いろいろいただいてますけど、そうですね。 こちらにしますかね。はい。はい。えっ、ー、とですね、女子は本当に、まあ、準決勝のラストとかですね、えー、まいろいろいただいてはいます。はい。まあ、もちろん、日本以外の、えー、試合とかもですね、いただいているんですけれども、はい。まあ、ここは、はい、こちらにさせていただきます。はい。 えー、初代チャンピオンが決まったショットです。はい。<laughs> はい。もう、えー、8000人もの皆さんとですね、一緒に応援させていただきましたけれども、いや、本当にですね、まあ、日本の応援団といいますか、えー、たくさんの日本の方ですね、カルガリの方です、だと思うんですけれども、駆けつけてくださいまして、まあ、男子チームもですね、えー、応援してたと思います。はい。非常にいい。 えー、会場のですね、雰囲気の中でですね、えー、こうやって初代チャンピオンを掴んだという、えー、ショットでございました。はい。さあ、ということで、男子女子とですね、えー、一試合ずつ、あ、一ショットずつですね、えー、見させていただきました。はい。えー、本当に皆さんですね、いろいろ、えー、送っていただきまして、えー、本当にありがとうございます。はい。さあ、ということで、えー、よく決めましたね、本当に。はい。 結構苦しい試合だったんですけれども、はい、決めてましたね。はい、さあ、ということで、じゃあ最後はですね、え、乾杯したいと思います。はい、日本の優勝を乾杯して、最後ですね、この配信、終わりにしたいなと思ったりしております。はい、本当にですね、皆さん、え、今日はですね、ありがとうございました。はい、あ、フリーズ。 なるほどですね。カナダ戦9エンド、ちなみ選手のフリーズですね。はい。なるほどですね。そちらも、そちら見たいですけどね。ちょっとですね、すぐ出てこないかもしれないですね。今、インスタグラム見ているんですけれども。はい。どこかにありそうですけど。はい。そうですね。ちょっと、すぐ出てこないということで、大変失礼します。はい。 ああということで、q ドビタビタドローすごかったということでいや、吉田ちなみ選手もですね、今大会かなり好調だったかなと思います。はい、ドローもテイクも、えー、素晴らしかったですね。はい。さあ、ということで、まあ、お酒飲めない方はですね、えー、何か、えー、飲み物ありましたらですね、えー、ぜひ、えー、飲んでいただければいいかなと思います。はい。さあ、ということで、えー、皆様ありがとうございました。えー、そして、えー、この後ですね、えー かあの、車椅子のカーリング、えー、ちょっと準備してからですけれども、えー、後半ぐらいですね、ちょっと一緒に応援したいなと思ってます。はい。ちょっと休んで30分ぐらい空けてからですけれども、はい。えー、車椅子の応援も、多分今日ですね、配信できるの、えー、ちょっと明日から忙しいので、最後になりますので、えー、週末い、ちょっと予定入ってますので、なので、ちょっとですね、一試合だけ、まあ、 1>, 1時間ぐらいになると思うんですけれども、後半戦だけちょっと応援配信させていただこうと思っておりますので、はい、えー、ぜひですね、ちょっと、まだ体力にも自信がある方はですね、一緒に見ていただければと思います。はい、ということで、えー、一旦ですね、えー、こちらで配信の方ですね、週刊グッドカーリングは終わりにさせていただきまして、えーえー、締めさせていただければと思います。はい、今日ちょっとですね、えー、ちょっと準備が、 え、あまりうまくできなくて、ちょっと大変申し訳なかったんですけれども、まあ、来週から、ちょっとまた、改めて <laughs>、やらせていただければと思います。はい。ということで、まあ、毎週日曜日か、まあ、月曜日か、どちらかですね、えー、週刊グッドカーリング、えー、夜、えー、9時半からやらせていただきますので、またお越しいただければと思います。はい。さあ、ということで、えー、最後は、そうですね、乾杯ということで、えー、グッドカーリングで締めたいなと思います。あ、一旦乾杯しますか。はい。ということで、 えー、日本、えー、女子ですね。まず、えー、パンコンチネンタル選手権、えー、初代チャンピオンということで、えー、おめでとうございます。はい、まあ。あと男子もですね、ベスト4、えー、しっかりですね、競合出る中、えー、勝ち切りまして、えー、世界選手権の枠取っております。はい。ということで、両チームにですね、えー、こちら、<laughs> 8回山で、はい、乾杯したいと思います。はい。ということで、 えー、おめでとうございます。はい、一緒に、えー、お願いします。はい。というか、乾杯はい。はい、ということで、まあ、明日から試合があるので、ちょっとですけれども、はい、祝杯ということで、えー、あげさせていただきました。はい。えー、あ、乾杯ということで、ありがとうございます。皆さん。まあ、お酒の方、ちょっと、えー、ソフトドリンクの方もいらっしゃったかもしれませんけれども、はい。 あ、おめでとうということで。そうですね。男子も女子も、まあ、ひとまずですね、本当に、え、お疲れ様でした。はい。ということで、人参もありがとうございます。はい。ということで、え、一旦ですね、この配信、締めさせていただければと思います。はい。え、また、え、30分後ぐらいですかね、え、後半戦、え、一緒に車椅子カーリングですね、応援できればと思いますので、え、ぜひまたよろしくお願いします。で、今週末ですね、え、私は、え、試合、 ありますので、えー、ちょっとなかなか応援配信はできないかなと思います。はい。まあ、私の試合の方は、えー、帯広カーリングの、えー、YouTube の方で、えー、もしかしたら配信されるかもしれないので、えー、たまに見ていただけると嬉しいです。まあ、インスタグラムとかツイッターでちょっと発信させていただきますので、そちらもチェックいただければと思います。はい。それではまた後ほどということで、えー、皆さんありがとうございました。 えー、それでは、あ、ご自身の試合も頑張ってということでありがとうございます。ちょっと北海道選手権出れるようにですね。えー、頑張りたいと思います。まあ、一枠なので、狭き、狭きもんなんですけれども。はい。それでは、皆さん、えー、えー、おめでとうございます。<laughs> はい。ということで、最後、グッドカーリングで締めたいと思います。また、後ほどお会いしましょう。それでは、えー、グッドカーリング、ありがとうございました。えー、初代チャンピオン、おめでとうございます。ダンツも、 えー、世界選手権、えーえー、世界選手権出場は獲得おめでとうございますありがとうございましたグッドカーリング